Oi. Ginkaku. Nachi. Masayuki-sama wo nerau shikaku tte no wa koitsu ra no koto ka? Iga ni mo. Dou sun kai, Ginkaku yo? Chotto matte kure, na? Jawadate suru na! Doki! Kakari! Nani wo suru? Ate to itteru daro ga! Thank you.
の軍勢だ。大変だぞこりゃ。いよいよ戦だな。行くぞ。あずみ。ねえ、私聞きたいことがあるんだけど。ねえ。ん？どうやって弓矢を避けるの？は？だって二人とも全然矢に当たらないよ。駆け出しの忍びに教えてやるよ。弓持ってここに立て。ひふみよいつむなな、いやここで八歩。俺の場合八歩だ。八歩以上の距離があれば矢は避けられる。安住なんて六歩でいいんだぜ。さあ俺を打ってみろ。ここから？ん、打つのながらを？お、早く打ってみろ。矢は意外と遅い。ただし八歩以内じゃ近すぎて避けられない。行こう、うん、あない。あれが工藤山だ。あそこに真田正幸がいる。いよいよだな。何もないの？何言ってんだよ。安住は俺の妹みたいなもんだ。じゃあ何とも思ってないんだね。好きだよ。死んだ仲間もみんな安住のこと好きだったんだ。だから俺が仲間に代わって安住を守る。アスミはあの銀閣ってやつを好きなんだよ。アスミの本心は銀閣と二人でどこかへ消えちまいたいんだ。まさか。本当はあんただって分かってるんでしょ。確かにあいつ死んだナチにそっくりだ。そのナチのこと、安住は好きだったの？安住を銀閣のところに行かせてあげよう。俺たちには使命が。安住を守りたければこんな危ない使命で危険にさらさないことさ。正幸は私たちだけで。金閣。真田正幸は工藤山を出た。なんだと。本当だって。工藤山はもぬけの殻だぞ。悪いが、この目で確かめる。俺たちを信じろ。使命とやらがそんなに大事か。
前には関係ないだろ。命がけでそんなことをして誰が喜ぶというんだ。そうだよ。どうせ戦はなくならん。そうだ、そのさ。そんなことより自分たちが楽しく生きることを考えろ。そうそう。千代みたいにあそこで子供たちと暮らしたいとは思わないか。なずみよ、俺だってそうしたい。だがダメなんだ。なんでだよ。おい、あずみ、待てよ。おい、みんなも止めろ、ほら。あずみ、止まれ、あずみ、止まれ、あずみ、止まれ、あずみ。ダメじゃないぞ。銀閣についていけ。何を言うんだ、ながら。地名がまるだ。俺はこれから梢と旅に出る。はっきり言おう、俺は使命なんて真っ平だ。今思えば随分と無理をしたが、これではっきりしたよ。命がけで報われんことのために仲間を失い、いつ襲われるかもわからん敵にびくついて、俺の心は晴れることはなかった。本気で言ってんのか。もちろん本気だよ。お前もこれから銀閣と楽しくやっていけ。使命なんて忘れてな。だから一体どうしたんだ。目を覚ませ。お前こそ目を覚ませよ。誰のためかわからん使命のために生きるなんてもう終わりだ。俺たちは行くぞ。さよならだ。頼む、そんなことを言うな。おい銀閣、しっかりとあずみのことを守りやがれ。それからな、二度と俺の前に現れんな。ながら待ってくれ。おいおいおい、ながらの言う通りだ。見ろ俺たちを。何にもないが毎日を自由に楽しく生きてるんだな。ああ、俺は違うんだ。お前たちとは見たものや触れたものが。構いてえの！な！はい！な！はい！な！はい！あずみ！おい！待てよ！あずみ！お前でも止めろよ！はい！あずみ！止まれ！あずみ！あれでいいんだ。あいつは銀閣とうまくやっていく。あずみも幸せになれるってわけだ。銀閣は嘘は言っていない。九度山に真田正幸はおらんだろう。もしあずみが九度山に行ったとしても、間抜けの殻か。その隙に私たちで正幸を撃つってわけだ。そうだ、小杖正幸を追うぞ。道は任せる。本当にこっちなのか。間違いないよ。さっきから同じところをぐるぐる回ってるような気がするんだよ。もう少しで階段に出る。そうか、急ごう。あ、
なんだこれ。八方以内で撃てってあんたが教えてくれた。こっせ。おめえ仲間じゃ。私は上野甲賀衆の一人。幼い頃から伊賀者と共に暮らし信用させこんな日のために備えてきたのさ。天界とその資格を葬ること、それが私の初めての使命。使命だと真似すんじゃねえよ。くそ、死にたくねえ。ここに正義なんかいねえって言ったはずだぞ。兵隊大勢引き連れて出てったんだ。まさか帝
天海様を。な、言った通りだろ。真田の兵でいっぱいだ。あの山の向こう側に寺があるはずだ。完全に囲まれてる。ここから先は地獄だ。お前らはどこかへ行け。ああ、ズミ、俺たちのこと心配してくれてんのか。は？気にすんな。こうならどこまでもついていくさ。よし、お前ら。人暴れするぞ。俺はやたら人が聞いたくなってきたぜ。ワクワクしてきたぞ。ほんと行くぜ。油絵本が最後に人穴咲かせようと張り切ってやがる。昔の仲間にお前によく似た奴がいたんだ。近くの仲間か。ああ、ナチって名前だ。ナチ。世の中に似た奴なんていくらでもいる。それでどうなった？死んだ。俺が殺した。何だと？行くぞ。石田氏、たどりが来た。東の陣、整いました。南岸寺の道は塞いだ。もはや天界は袋のネズミ。敵に逃げ道はございませぬ。いたずらに兵を消耗するよりもここは我らにお任せいただきとうございます。打ち漏らすでないぞ。はっ。天海様、天海様、離れます。こちらへ。
死んじまったな。銀閣、今までよ、俺のこと立ててくれてありがとうな。何言ってんだクーニョ様。遅いぞ、土蜘蛛。資格を打ち漏らしました。何？どういうことじゃ。この資格、ただならぬ使い手、すでにロッパも亡き者に。ロッパが撃たれただと？なんと。ロッパ、信じられぬ。この上は何としても資格を蜘蛛巣に誘い込み、人空の術か。たっぷりとしびれ薬の効いた毒糸とも知らず、ひとたびその巣に触れれば最後、その体はしびれて自由が効きませぬ。だがそれはお前とと同じこと。クーニョ様が改造へ。
残った兵はこれだけ。無念でございます。あんたを守るためにみんな死んだ。分かってんのか。銀閣。かまわん。その通りじゃ。小杖。ながらは途中で真田の兵に会って私をかばって戦っているうちにはぐれたんだ。大丈夫だ。あいつは仲間の中でも一番すばしっこかったんだ。きっと どうした小杖。いや、何でもない。徳川領への近道を見つけた。私が道案内する。徳川様、しばらくここで。大変だ。この先は敵兵だらけだ。なんだと。ながらはどうした。私の使命、ながらはどうしたと聞いているんだ。私がやったさ。何だと。あいつ、あんただけは殺すね。約束守るつもりはないけどね。嘘だ。この距離じゃあんたは撃てない。小杉、嘘だと言ってくれ。私の使命なのさ。
誰もついてくるな。正義は俺が撃つ。お前がアズミ。お前たちの草となって働き続けた小杖も死んだ。